ナナプレ女子時計部、今回はリリースにもおすすめ小さめ G-SHOCK をご紹介します。G-SHOCK ってごついイメージがあるんですが、最近は女性でもつけられる小さめのモデルがたくさん出ています。韓国アイドルのイッチーがイメージモデルになってますよね。そうなんですよ。可愛いなと気になっている方も多いのではないでしょうか。多そう。プレゼントで選ばれる方も結構多いよね。そうなると一番気になるのはやっぱりサイズですよね。本当に私たちの手首サイズでもつけられるのかを調査していきます。それではレッツゴー。1つ目は GMA-S2104A です。 G-SHOCK で今人気の2100シリーズを小型化したモデルです。マットな質感でベルトやルーズまで全部マットです。とにかくマット。マットな全体感にメモリや針がピンクゴールドのメタルでいいアクセント。このピンクは日本未発売カラーなのでなかなか出会えないですよ。日本で人気がありそうな落ち着いたピンクなのに、この動画を見た方はラッキーだね。可愛らしい色合いで学生の方にもおすすめです。腕に乗せてみるとどうですか？穴デジなのに薄くて腕乗りがいいです。重さも気になりません。サイズ感もある程度の存在感は感じつつも手首幅に収まっていて大きすぎない大きさです。メモリと針のピンク色が違うのも可愛いかも。全体のカラーリングも肌なじみが良くってつけやすいです。意外とね、こういう服にも合うっていう万能な子、淡いカラーリングのおかげかな。他にもフェミニンなワンピースやシンプルなシャツにも合わせやすそうなデザインだなと思います。ピンクゴールドのアクセントがさりげないおしゃれ感を演出してくれるし、 G-SHOCK では珍しくガーリーな服装にも合うと思います。色違いモデルもおすすめです。2つ目は GMS2100B の 8A です。先ほどと同じ2100シリーズをベースにしてケースの素材をメタルにしたモデルです。メタルの素材感がかっこいい。デジタル表示が反転液晶になっててクールな印象ですね。時計単体で見るとメタルの重厚感があるように思うんですが、先ほどのマットなモデルよりも少しサイズが小さいのもあって、実はちょうどいいサイズ感なんです。重さもほとんど気にならないし、バランスがいいなと思います。着用してみるとこんな感じです。ただのワントーンではないおしゃれ度が高いデザインです。ちょっと見にくいという方もいらっしゃるかもしれませんが、私は問題ないかなと思います。厚さが薄いので時計が浮いている感じもないですね。ベルトの穴は 13cm の私でもまだ余りがあります。メタリックの質感が大人っぽいと思ったので、オフィスカジュアル風の服装に合わせてみました。シルバーアクセサリーとの相性も良くて、さらっとかっこいい雰囲気になったと思います。ブラックに近いグレーなのでカジュアルな服装にも合わせやすくて、オンオフ問わないデザインです。色違いモデルはこちらです。3つ目は GMS5600PG の1です。 G-SHOCK といえばのスクエアタイプを小さくしたのがこのモデルです。ピンクゴールドのドレッシーさとデジタル表示のカジュアル感のバランスが良い。外側に文字がないシンプルさが上品でいいですね。ベビージーも可愛いなと思うんですけど、もうちょっと大人っぽさが欲しいっていう時にはこういう小さめ G-SHOCK いいよね。うん、そうですね。ジェンダーレスなサイズとデザインで男女問わず使いやすいのがこの小さめ G-SHOCK だと思います。この小さめ G-SHOCK をペアでつけてもいいし、大きいサイズもあるのでパートナーとサイズ違いのお揃いもおすすめです。着用してみた感じはどうですか？コンパクトにまとまっているのでつけやすいなと思いました。デジタルなので時間が見やすいのに、メタルがキラッとしていてアクセサリー感もあります。あとはベルトが少し柔らかい感じがしてつけ外しもしやすいです。シックながらにもこのピンクゴールドの存在感が結構しっかりしているので、華やかさがあってコーディネートを格上げしてくれる感じ。黒とピンクゴールドの組み合わせなので、綺麗めにもカジュアルめにも合うかなと思います。色違いモデルはこちらです。
最後は GMS110 の 1A です。こちらも G-SHOCK のめっちゃ人気の110シリーズがメタルになって小型化薄型化したモデルです。今回ご紹介したモデルの中でこれが一番サイズにギャップがありました。写真ではゴツゴツしてるように見えたんですが、実際につけてみると確かに存在感はあるけど腕乗りがいいんです。これはぜひ一度つけていただきたいって思うモデルですね。ジンに着用してみてどうですか？そうですね、ボリュームのあるデザインとは思えないほど収まりがよく感じます。メタルが結構キラッとしていますが高級感があるので子供っぽくないのもいいです。ベルトの穴も問題なしです。ストリートカジュアルなコーディネートを組んでもらいました。シンプルな服に合わせるのももちろんいいですが、今回は他モデルとの違いを伝えたいなと思いまして、こんな感じの服装です。本当にアクセサリーいらずでこれ1本でおしゃれになると思います。色違いモデルはこちらです。サイズ調査してみてどうでしたか？もっとこうごついと思ってたけど、私たちでも使いやすいサイズでどんなコーディネートにも合うし、よかった。小さめ G-SHOCK いいやんと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。以上、ナナプレ女子時計部でした。